今川動画製作所。あっという間に12月だな。時間が過ぎるのは早いね。まったくっすよ。ついこの間プール行った気がするのに、もう雪の心配ですよ。トレ、年々早くなるらしいよ。野口さんなんか先月おせち食べた気がするって言ってたし。それはさすがにちょっと、いやでも俺らもいずれそうなるのかな。年末年始はいろいろ義理事や行事が多いけど、しばらくはないからね。のんびりしよう。失礼します。牧村補佐はおいでですか？今日は何のご用件で？おや、驚きませんね。敵対組織の若頭が突然来たというのに。だって黒瀬さんしょっちゅう来てるじゃないですか。本編では 1,2 回しか直接対面したことないのに、今川動画製作所ではうちに来すぎじゃないです。おかげで運営サイドが、え、黒瀬って本編では牧村に全然会ってないのって、本編制作時に混乱して大変だったみたいですよ。それは私のせいですかね。で、今日は新海組長の誕生日があまりにうざいので逃げてきました。リフレッシュさせてください。え、今日新海組長誕生日なんですか？そうなんですよ、射手座なんですよ。すみません、俺星占いとか詳しくなくて。射手座男子は男子、向こう水で好奇心旺盛、悩むのが嫌いで飽きっぽい、上昇志向が強く型にはまらない、夢見がちで自由に生きたい、負けず嫌いで嘘がつけないだそうで。当たってる？どうなんですかね。それはともかくとして、誕生日だったら祝ってあげたらいいじゃないですか。なんで私が？黒瀬さん毎回それ言いますけど、黒瀬さんが回転組の若頭だからだと思うんですよね。とりあえず入れてもらえませんか？ダメですよ、構想中なのに。でしたら他に行き場もないので、こちらの玄関先の階段でうずくまっていても。それ鷲尾さん呼ばれちゃうやつ。お茶一杯飲んだら帰ってくださいね。ありがとうございます。それで本当にこんなところで油を売ってていいんですか？誕生日会とかそういうのやってるんじゃ。やってますよ、義理ごとの一環ですから。それはもう派手にクラブ貸し切って騒いでます。あ、本来暴力団員は店の貸し切りができませんが、そこは経営者の女性がうちの幹部の奥さんなので割と融通きくんですよ。さぞ派手に騒いでるんでしょうね。そりゃもう飲めや歌えやに組長へのタンプレ合戦で大騒ぎです。タンプレって響きがものすごく違和感あるな。まあうちは幹部の誕生日でもクラブとか夜の店で派手にお祝いしますけどね。新海組長の主義なんです、祝い事は抜かりなく派手にやれっていう。へえ、そういうところは組長らしいですね。黒瀬さんの誕生日もですか？断りますよ、祝われたくないですし、そういうお店は別に好き好んでいきませんので。新海組長怒りません？行為を無にされたって。いえ、そこは特には。相手が喜ばないならやっても仕方ないって思ってるんじゃないですかね。その辺は割と合理的というか融通きくんですよ、あの人。ちなみにそれぞれの誕生会の店も当人の趣味嗜好に合わせます。というと？若い女性が好きな幹部には若い女性がいる店に、美魔女が好きな幹部には美魔女がいる店に、マッチョが好きな幹部にはマッチョがいる。融通聞かせすぎ。最後のお店のような場所は新海組長も行きませんけど、ちゃんと予約はしますね。律儀というかなんというか。いや待った、もしかして俺にいろんなその細やかな気遣いを感じさせる男女を送り込んできたのって。あ、はい、うちですね。うちでしたか。女王様とかそれ系も考えていたんですが、規制の都合で出せず残念です。ありがとう YouTube 規制。でもお気遣いはともかくとして、いくらなんでもマツコ系の方二人って俺どんだけモサって思われてるんですか。え、あれ、それは知りませんが、え、牧村補佐はそういうご趣味なんですか。違う、その人たちはうちじゃないので、送り込んだのは二重組さんではないですか。はあ、二重組とうまくやっていける気がしない。逆に聞きますけど、今川組さんは誕生日にどんなお祝いをするんです？うちはあまり派手なことはしてませんね。
今はコロナがありますし、ただ昔はいい料亭行ったりとかクラブで飲むくらいはしてたみたいですけど。射程型の誕生日も何もしないんですか？あ、それはこの間ヒロの誕生日したよね。はい、祝っていただきました。ほほう、どんな感じで？部屋を折り紙の鎖とか風船で飾って2段のケーキを用意して、チューリップの唐揚げとか手作りの生春巻きとかで。そりゃそういう目で見られるわ。素敵な誕生日でよかったですね。普段絶対笑わねえ若頭にめっちゃ微笑まれてる。いいんですよ、俺はむしろそういうのがすげえ嬉しかったんで。ちなみに誕生日プレゼントは？マンションでした。あ、下のフロアなんですけど、いい部屋が空いたんですよ。名義は偽造しちゃったけど。牧村補佐もちゃんと組員ですね。はい、ところで黒瀬さんは新海組長に何かあげたりしないんですか？あげてますよ、毎年。え、そうなんだ。さすがに自分のところの組長の誕生日を無視するのはちょっと。黒瀬さん、新海組長をボッコボコに殴ってるって噂ですけど。殴ってますが。ちょっと黒瀬さんと俺は違う世界線で生きてますよね。世界線というか常識が違うというか。ちなみに何をあげてるのか聞いても。一昨年はこういうのあげましたよ。チーク玩具？そうです、 3D の迷路の中を小さいボールを走らせてゴールを目指すやつですね。それ新海組長やるんですか？デスクの上に置いておいたらいつの間にかやってましたね。やってる間は静かなので助かりました。幼児扱いだな。半年くらいしたらゴールの場所にボールが入った状態のものを私の机に置いてドヤ顔されたので、翌年はもう一段階難易度が高いのを買ってきて置いておきました。それは全然クリアできなくてイライラしてたみたいで、ある日事務所に行ったら床に落ちて割れてました。新海組長で今年は地球儀買って置いときました。地球儀？意味はあるんですか？強いて言うなら、悪役って壁に世界地図とか貼ってダーツしたりするじゃないですか。そのイメージですかね。地球儀自体は普通のです。普通のなんだ。意味ありげすぎて新海組長混乱しません？してるみたいで、今朝から不思議そうに地球儀見てますね。黒瀬さんは新海組長をいじるの好きですよね。いえ、全然好きじゃありませんけど。視界に入れたくないレベルで嫌いですね。もっとも以前は違う意味で視界に入れたくありませんでしたが。違う意味というと？あの人、服の趣味が本当に最悪で、出会った頃はこんなでした。うわ、色合い芸人さんって思うじゃないですか。オレンジのジャケットに寒色系のシャツ着こなせるのルパン三世かジョーカーくらいですよ。確かに。それで本人、自分はファッションセンスがあると思い込んでますからね。最悪です。でも今は派手ですけど、そこまで変とかではないですよね。私が強制したんですよ。カジノであの人に勝ったので、金はいらないからカラーコーディネーターの資格を取れと言いました。それでちゃんと取っちゃうの、新海組長も律儀だな。で、勉強していく段階で思うところがあったようで、今の格好に落ち着きました。前から気になってたんですが、甘利組長や新海組長って組員の中でも結構自由な服装されてるじゃないですか。でも本来暴力団組員とか幹部って結構厳しくて、黒髪短髪かオールバック、トップの人以外スーツは黒みたいなところありますよね。なのにどうしてあの人たちは許されてるんですか？ああ、それは出自の問題ですね。出自？新海組長たちは半グレ上がりなので、人の言うことを聞かないんですよ。他の人より尖ることが生きがいな方々なので。とはいえ、昔かたぎの組員の皆さんからは反発はあるようですが、大番代表があまりうるさくないので、そのまま受け入れられてる感じですね。へえ、そうだったんですか。さて、お茶も空になりましたし、おいとましましょうか。え？あまり長居をして嫌われてもなんですしね。本当に何なんだろう、あの人。ガチでただのリフレッシュだったんですかね。回転組事務所。おや、
もうお戻りだったんですか。うるせえ。また深酒を。あなた飲酒向いてないですよ。うるせえつってんだろ。誕生日お祝いされたんですよね。なんでそんなに機嫌が悪いんですか。ふざけんなよてめえ。組長の祝いごとに若頭がいねえで話になるか。あれ、それ気にされてたんですか。むしろ私はいない方が楽しめるものかと。そういう問題じゃねえ。組離脱したばっかりでこれじゃ体裁悪いだろうが。確かにそうですね。それは私が占領でした。お詫びに後で高い酒でも送りますよ。それで一応体裁は取り繕えるでしょう。酒はもういらねえ。じゃあウコンにでもしましょうか。お誕生日おめでとうございます、新海組長。てめえに言われたくねえよ。私も言いたくないですよ。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボ別館今川動画制作所のチャンネル登録と高評価もどうぞよろしくお願いします。